アーマンド・アントニオ・ガララーガ・バレットは、ベネズエラ・スクレ州、クマナ出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギウチ。1998年10月31日に、モントリオール・エクスポズと契約。2005年12月8日にターメル・スレッジ、ブラッド・ウィル・カーソンと共に、アルフォンソソリアーノとの1対3のトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍。2007年9月15日のアスレチックス戦で、 メジャーデビューを果たし、メジャー3試合目の登板となった9月24日のエンゼルスでメジャー初先発。2008年2月4日に、マイナー選手とのトレードでデトロイトタイガースへ移籍。トリプル A 級トレードで開幕を迎えたが、ドントレルウィリスの故障者リスト入りに伴い、メジャー昇格を果たし、4月16日のインディアンス戦でメジャー初勝利を記録。 4月は3試合に登板し、2勝、防御率1.50を記録し、月間最優秀新人にノミネートされた。ジム・リーランド監督はウィリスがメジャー復帰した時に、ガララーガをマイナーに降格させるか、リリーフに回すなど、先発ローテーションから外すことを示唆していたが、ガララーガはチーム最多の13勝を挙げ、被安打率7.66は、松坂大輔に次いでリーグ2位。 ウィリスを含め、総崩れとなったタイガースの投手陣の中で唯一、活躍。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のベネズエラ代表に、選出された。シーズンでは、8月に肘を痛め、9月からは、先発ローテーションを外され、リリーフとして起用された。6勝10敗、防御率5.64の成績でシーズンを終えた。 幻の完全試合2010年6月2日、インディアンス戦で誤審によって完全試合を逃している。9回裏西走者なしで27人目の打者ジェイソン・ドナルドが打った1、2塁間へのゴロを1塁手のミゲル・カブレラが補給してベースカバーのガララーガに送球した。タイミングアウトであったが1塁塁審のジム・ジョイスはセーフと判定し、完全試合もノーヒットノーランも逃した。 その後、一番打者のトレバークローを三塁ごろに打ち取り、打者28人を内野安打一本に抑え3からで、で、完封勝利を収めている。試合後、ビデオで確認したジム・ジョイスは、誤信を認め謝罪、ガララーガは誰しも完璧ではないとコメントした。2011年1月18日には、年俸230万ドルの一年契約を結ぶが、24日に、 ケビン・アイク・ホーン・トライアン・ロボースキーとの1対2のトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。しかし8試合の先発で3勝4敗、防御率5.91、ホイップ1.62と低迷し、5月21日には40人枠から外れた。2012年はボルチモア・オリオールズと1月にマイナー契約を交わすも4月に解雇され、その後、 ヒューストン・アストロズとマイナー契約を結んだ。2013年1月17日にシンシナ・ティレッツとマイナー契約を結んだ。2013年7月15日にパーカー・フレイジャーとのトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍。11月5日に FA となった。2014年2月3日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだが、3月23日に放出された。 4月に台湾プロ野球、中心兄弟と契約を結んだが、一生止まりで、シーズン途中の7月1日解雇された。2015年は、メキシュカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。6月21日に自由契約となる。投球スタイルは、ストレート系変化球などを中心に打たせて取るスタイル。その他変化球ではスライダー、チャンジアップなどを投げる。ありがとうございます。